なぜこの男は消えた天才と呼ばれるようになったのか。かつて日本代表の10番を背負い、想像力あふれるプレーで見る者を魅了した現浦和レッズ所属の中島翔や森保ジャパン発足当時は紛れもない中心選手として活躍していたが、2019年以降全く招集されなくなってしまった。なぜ突然キャリアが下降線を描き始めたのか。デビュー当時、中島は早くから頭角を現すと、2017年23歳で海外移籍、ポルトガルのポルテイモネンセと活躍の場を移すと、初年度から29試合10ゴール12アシストを記録するなどインパクトを残し、日本代表のエースへと駆け上がっていった。中島のキャリアに狂いが生じてきたのが2020年、当時ポルトガルの強豪ポルトに所属していた際、世界中でコロナウイルスが蔓延、ポルトガルも例外ではない中、家族の安全を第一に考えた中島はトレーニング再開後も合流を拒否、個人トレーニングを続けた。その結果、チーム内で序列が低下し、出場機会が激減、移籍先でも結果が出せず、23年に J リーグ復帰となった。こうして